さあそんな形で、幼少期のね、時が要するに、こう自分の才能といいましょうかね、こう覗いてて憲法を覚えて、飼ってた犬をね、野党になんかされて、そこで怒りでこう憲法を振るったと。で龍拳が、ま、この時はまだ修行つけてへんかったんで、時にこう身につけたいのが北斗神拳をと。しかし北斗神拳は一子相伝ね、お前たち二人は同じ道を歩めば、いずれ片方は剣を封じられ倒されねばなるまいと。それでも変わるのかという問いに対して、この時の、ね、ちっちゃい時ははいという形でね、言うんですけど、この辺どうですか、この覚悟と言いましょうかね、意思相伝なんでね、この仲良い二人の兄弟もこのまま憲法を学んでいけば対峙する形になるけども、それでもいいと、時が、それはもうお兄ちゃんを超えたいっていう一心なんでしょうね。そうですね、この時の時のこのはいという会社は非常にこうね、力強く進んだ目でね、で初めて明日からお前も道場に来るがいいという形で、龍拳から修行をつけてもらえると。ただラオウはびっくりしますよ、なぜと。あ、その問いに対して時は兄ちゃんを超えたいから。でこれでね、ラオウがちょっと喜ぶわけですよ。ふ、時、お前にも俺と同じ熱い血が、優しいばかりだと思っていたお前にも、いいか時、もし俺が道を誤った時はお前の手で俺の剣を封じてくれと。この幼少期の時にこの二人の会話があったわけですよ。要するにこの時の約束を今果たすということなのかな。で場面は切り替えて二人の戦いに戻ります。時のね、一撃を浴びたラオウはこう手からプシュッと血が出てる中、時、水面のごとく静かなるその奥底に火の激しさを持った男へというような形で、こう東京をこうね、こうバーッと走ってる時が、こう誓いの時は来たと。要するにそれが今言ったこの誓いですよね。もし俺が道を誤った時はお前の手で俺の剣を封じてくれと、この約束を時は今果たしていると。これが誓いの時ね、来たと。今私はあなたを超えるというようなね、すごいこう戦いながらも、すごいこう言葉の重みと言いましょうかね、すごい戦いですよこれね。でさすが我が弟よと、ね、だがお前は決して俺を超えることができるという形で、凄まじいこの飛行の付き合いと言いましょうかね。この飛行をね、こう時がバーってこうラオの体につく。時の剣が当たったわとリンが言いますよ。だケンシロウが嫌と。相変わらず優しい剣だという形で飛行を突かれているんですけれども、へこんだ体がふんという形でこう元に戻る。この辺はどうですか、このラオの屈強な体。ラオの肉体はね、尋常じゃないので、北斗神拳の神髄肉はもう、ね、こうケンシロウも前に、ね、言ってたけど、こう一瞬でこう鋼鉄の、を超える肉体に、ね、ということも言ってたしね。北斗神拳を極めたラオには、なかなか突き切るのはしんどいなって、ね、そうですね。でラオは甘いと、必殺の間合いに入ってこねばこの俺は倒せぬわと、そこでブーッとこうね、ラオ あのでっかい拳がボーンと飛んでくる中、こう時はね、この 重欲を制すと言いましょうか、この手でこうスススとこうねかわしていくわけですよね。でこうこのパンチが壁にね、ラオの腕がこうあの岩のところにこう突き刺さってる中、背後をね、時は取るわけですよ。でそこでこう、あの、突きをするんですけども、蹴りが飛んでくる。凄まじいラオウの蹴りがね。で、こう、時はこう、ブワーッとこうなるんですけど、これが、要は、無双印刷というね。気配を読み、殺気との間合いを見切り、無意識、無双に繰り出される必殺の剣。これをラオウが放ったわけですね。すごいですね、ラオウ、こういう剣法もあると。ラオが、ね、こういう形でね、背後から、来たものに対してこういったような剣法をするというのがラオのすごいところ。